上の方に行きましょうか。こちらもですね、ぐるっと見た感じ和風エリアの延長かと思われます。ヒノキ風呂がございまして、はい、どうも社畜です。本日も島訪問やっていきたいと思います。さあやっていきたいわけなんですが、いやめちゃくちゃすごいな、クオリティが。上空から見えるこのクオリティ、いや非常に楽しみですね。はい、ということで挨拶も終わりましたので、早速島の方を見ていきたいと思います。で、飛行場からすぐのところに、これは家かな、大豪邸じゃねえか、なんだこれどちらも主さんの家か、すごいな。サブキャラとメインのキャラの家ですね。で、ジャグジー付きの大豪邸ということで、しかも近くには海もあると。どんだけ立地がいいんだ。いいねこういう作りで。これはマイデザインですね。なんかこのマイデザインはツイッターで配布されてるみたいです。せっかく海岸沿いを歩いているので、このまま上に向かっていきましょうか。それにしても今作の海ってほんと綺麗だよね。海の潮の流れまでわかるっていう、これすごすぎでしょう。はい、ということでこちら灯台ですね。で、左にも抜けるところがあるんですが、とりあえずここの上行きましょうか。で、道なりに進んでいくと何があるんだろう。てか待って、ここめっちゃおしゃれじゃない？何このおしゃれなスペースは。ああ、そういうことか、ここ全体がカフェになってるってことですね。すごいな、大規模なカフェ、びっくりした今のいや素晴らしい、なかなかこういうのないですよね日本だと。まあ海外とかだとあるんかな。で、中はこんな感じになっております。非常におしゃれですね。音楽もカフェに非常に合ってますね。で、テーブルの上にはコーヒーであったりとか雑誌だったりとか、ね、細かなところまで工夫がされております。で、岩場にも席があるんですよね、すごいな、ね、本当にここ全体がカフェって感じでしょうか。いや、細かいところまでしっかりと家具が配置されていて、非常に丁寧な作りとなっております。はい、てことでちょっとここの下歩いていきましょうか。左側の2段目に行きますと、今度はたぬき商店がありますね。で、横には休憩スペースがあって、缶ジュースとかも飲める状態になってます。いや、缶ジュース飲みたいな、コーラ飲みたくなってきた今ね、めちゃくちゃ喉渇いてるんですよ。で、ここにはちょっとした遊び場があって、まあ、フリースローも楽しめると、まあ、そういった感じでしょうか。で、横の3段目にはこちらから行くことができないみたいなので、迂回していく必要がありそうですね。さあ、ここら辺は一通り見終わったので、次は左の方に行きましょうか。さあ、道なりに進んでいくと、お、主さんがいらっしゃいましたね。で、ここはなんだ、どうやら和風エリアっぽいですね。おー、なんかすごいおしゃれ、おしゃれな神社みたいな雰囲気がしますね。で、ここからが和風エリアということで、ぐるりと見ていきましょう。おや、この道なんだ、めちゃくちゃおしゃれじゃない、すごい、いかにも和風って感じがする。今の道何個か和風島巡らせていただいたんですけど、こういう道にしてる人を初めて見ましたね。これ素晴らしいすごいな。で、奥の方には五重の塔があると。おや、これもしかして飛べると思ったら飛べました。おー、眺めいいね。さあ、お次はどこに行こう。こちら右何かあるんかな。あ、行き止まりか、なるほどね。っていうことで、これは左の方に行った方がいいね。左の方に行くと、今度はですね、上の方に行きましょうか。こちらもですね、ぐるっと見た感じ和風エリアの延長かと思われます。ヒノキ風呂がございまして、で、上の方にはおー、いろりとちょっとしたスペースがありますね。いかにも和風っていう雰囲気でしょうか。で、上の方に主さんがいらっしゃいますねなんかタヌキの像の後ろに隠れてんだけどで、五右衛門風呂があちらにあると。で、3段目にも和風エリアと見せかけて、こちらはあー、なるほどね、売店になってるのか。へー、おしゃれ。
お祭り気分を味わうことができますね。しかもさ、左たこ焼きって書いてあるじゃん。たこ焼きいいな。たこ焼き食べたくなってきたわ。さっきの道まで戻ってきたんですが、こちらはですね、果樹園になってるみたいです。規則的にフルーツが並んでますね。で、工事現場まで再現されてると、すごい細かいところまでこだわってますね。で、何がすごいかというと、看板のところ見てください皆さん。これね、マイデザインで作られてるみたいなんですよ。やばいよね、完成度どれだけ高いんだっていう。いや、素晴らしい雰囲気の島ですよ。さあ、お次は左の方行きましょうか。こちらはどうなってるんでしょうか。さあ、和風ではおそらくなさそうですよね、雰囲気的には。道なりに進んでいきますと、案内所に出ましたね。で、案内所の右は何があるんだろう。ちょっと行ってみましょうか。おや、こちら上がることができますね。おお、なるほどね。エイブルシスターズに着くと、で、上の方にはミニ公園がございます。花が非常に綺麗ですね。さっきのところまで戻ってきまして、川の前通過していきましょうか。で、ここには何があるんだろう。おお、すごいな。食器が、食器の色がゴージャスすぎでしょ。なんだこのおしゃれな空間は。なんとこちらには駐車場があります。駐車場があるぞ。こんなところまで再現されてるんですね。これはすごい。で、ここには住民の家が集中していて、住宅街になっております。おそらく全ての住民の家がここに集中しているのではないでしょうか。見たところ9個住民の家がございますね。で、残り1個はどこなんだろう、ちょっとわからないんですが、そもそも9人しか住民が住んでない可能性もございます。で、こちらはビーチですね。さっきのマイデザインがこちらにも採用されてると。で、今のはイースターの家具のやつですね。はい、ということでこちら行きましょうか。で、ここは遊園地になっております。で、色違いのコーヒーカップが隣に並んでおりまして、で、怪獣とロボットがここに展示されてると。ちなみにロボットって作るのめっちゃ難しいんだよね。ロボット作るのに手間取った人は結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、遊園地を出たわけですが、こちらにはなんと駐輪場がございます。そこまで再現されてるんですね。実はですね、駐輪場って意外に作ってる人っていないんですよね。あとはさっき見かけた駐車場とか、ああいうのかなり珍しいですよね。で、お次は、ああ、なるほどね、こっち戻ってきたってわけか。じゃあ上の方に行きましょうか。さっきのところまで戻ってきました。で、こちらなんですが、なんと色違いの怪獣が向かい合ってると。いやー、すごいね、ここ景色が本当にいい。で、ここの真ん中には滝で囲まれた噴水があると。何このおしゃれスポット、やばくないか。初めて見た、こういう作り方もできるんですね。いや、素晴らしい、いいもの見れましたね。で、こっちはなんだ、あ、そっか、博物館が、多分ね、博物館じゃないかなと。あー、やっぱりそうか。てか、博物館エリアめちゃくちゃ広いな。で、滝の上に博物館があると。こちら3段目ですね。そして左の方にはソーラーパネルもございます。まあ、こういった感じですね。とりあえず戻っていきましょうか。いや、本当にこの博物館エリアすごくいいな。なんでかというと、物でごちゃごちゃしてないんですよ。すごく開放感あふれてるんですよね。そしてめちゃくちゃ綺麗に仕上がっていて見やすいですよね。お次はさっきの階段の上に行きたいと思います。で、上の方なんですが、このような形になっておりまして、まあ、見たところキャンプ場ですね。いや、広いな、キャンプ場。博物館エリアも広かったんだけど、キャンプ場エリアもかなり広い作りになっております。中身はどんな感じかな、ちょっとだけ覗いてみよう。お、何をしまってるんだこれは。なるほど、こういう感じなのか。何もしまってないんかい。なんかさ、前も言ってたかもしれないけど、キャンプ場に来たらキャンプ行きたくなりますよね。いや、人生で一度もキャンプ行ったことないから、そのうち行きたいですね。
はい、戻ってきました。これで一通り島を見ることができたかと思います。あとはですね、家の中かな、そこだけ見てないので、今から家の方に戻って家の中見ていきたいと思います。まずは1軒目の家になります。聞いたところによると、まだ家の中未完成という話だったので、未完成のところはカットしていきたいと思います。で、奥の部屋はどうでしょうか。おお、なるほどね。ここの家はまだ未完成のようでした。では横の家に入っていきましょうか。お邪魔します。さあ、果たしてこの家はどういう雰囲気になっているのか、非常に楽しみですね。お、全面白ですね。はい、ということで島全体を見終わることができました。なのでこの辺りで本日の動画は終わりますね。まだチャンネル登録をお済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をして、これからも来ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あとですね、ツイッターのリプライで島訪問も受け付けておりますので、もしよろしければツイッターのフォローもお願いいたします。